大家好，我是大G。今天我想介绍日元的小窍门，虽然很小的事情，但是如果这样做的话，会有点奇怪的日元，就是要确认可不可以做某件事情的，可以什么什么吗？什么什么意？哼，什么什么意呢？这两个说法。以前好像有介绍过，可是还是重新好好介绍一下。一个例子，日本的夫妇钱的部分通常老婆会管理，所以老公要买比较贵的东西的时候，一定要先跟老婆确认。最近推出苹果的电脑，很想买，我可以买新的电脑吗？新しいパソコン買っていい？这个情况如果说新しいパソコン買っていいの的话有点奇怪。那什么样的时候可以说いいの呢？新しいパソコン買っていい？ダメ。パソコン買っていい？ダメ。ダメ。性能もいいから長く使えるよ。ダメ。ダメ。ほんとお願い。ダメ。そろそろ諦めるか。パソコン買っていいよ。え？パソコン買っていいの？这个有点夸张的例子。不过这样的话说いいの才对。就是在确认的时候，我以为这个好像不可以，但可以。意外的时候可以说“いいの”，有时候可以翻成“真的可以吗”。我蛮常听到台湾朋友说“いいの”，但其实这时候比较适合说“いい”。什么什么意义是单纯的确认，什么什么意义呢是有前提或是可能被拒绝的说法。然后疑惑的时候也可以说敬语的话，什么什么いいですか，什么什么いいんですか。いいんですか是いいのですか的比较口语的说法，因为いいのですか太正式，所以いいんですか比较常用。那いい、哼、いいの在生活上怎么说才会自然呢？举起来看看吧。あと1時間でバイト終わる。もう少し。今日お客さん少ないからもう帰っていいよ。え、いいんですか？すいません。じゃあ、あとよろしくお願いします。台湾の地下鉄の優先席って一般の人も座っていいの？ダメだね。空いてても座らない方いいね。もう座っていい？ずっと立っててもう疲れたよ。待って。もう少しで書き終わるから。ここ空いてますか？座ってもいいですか？はい、いいですよ。冷蔵庫のプリン、誰も食べないなら食べていい？ダメだよ。俺が買ったんだから。台湾って18歳からお酒飲んでいいの？うん、日本とちょっと違うね。エアコン消していい？ちょっと寒くなってきた。俺めっちゃ暑いのに。上着着ればいいじゃん。あ、もしもし、中山ハイツの大家さんですか？ちょっと確認したいことがありまして、そちらのアパート、ペット飼って書いてあったんですけど、ワニも大丈夫ですか？ワニですか？ちょっと確認するので少々お待ちください。あ、もしもし、ワニ大丈夫ですよ。
え、いいんですか？じゃあ見に行きたいです。ちょっとトイレ借りていい？いいよ、そこの廊下の突き当たり。あれ？ここってタバコ吸っていいの？うん、ここは大丈夫だよ。あ、今からお風呂入る？ごめん、先に俺入ってもいい？明日いつもより早いからさ。まあいいよ。会社クビにされたし、家賃も滞納してるし、これからどうすればいいの？いい？いいの？いいですか？いいんですか？大家也不妨试试看哦。那今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。下次见，拜拜。いいんですか、いいんですか、こんなに人好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ道ならば。